見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、前回のですね、エネルギー高い人というところ、その人がですね、いかにこうエネルギーを高めていくかというところ、今日はエネルギーを高めていく3つの方法というところをお話ししていきます。では、早速にまたパワーポイント入っていきます。こちらですね、エネルギーを高めていく3つの方法の話に入っていきます。前回のですね、このエネルギーが高い人ってどういう人かというところの続編が、エネルギーを高めていく3つの方法をお伝えしていきます。まずですね、このそもそもエネルギーが高いっていうのは前回の復習なんですが、愛感謝が深い人ですよと。で、E イコール H ニューですね、周波数が高いほどエネルギーが高い。で、その時にですね、愛感謝があると、ゼロポイントフィールド側なので、すべての命を生かさせてくれている側のエネルギーなので、この自分自身の体もですね、どんどんこの蘇っていくとか若返っていく側だったり、一緒にいる人たちもそれぞれみんなゼロポイントで出来上がっているので、その方々も浸透数が上がってきますよ、ということなのですね。だから、その愛感謝でいられる方法がどうすればいいんだろうというところです。で、愛感謝でいるとですね、自分が出している波がですね、愛感謝周波数でいると、出来事の愛感謝の周波数と呼び合います。なので、自分から愛感謝を飛ばす方法が、これがエネルギーを高めていく3つの方法になっていきます。まず、1つ目が、ほい。こちらですね。マジかーみたいな、ゲーみたいな出来事が起こったとします。で、その出来事にですね、おかげでを探すと。そういう練習していきます。嫌なことが起こった時に嫌な反応をする。で、いいことだけに感謝を深めるんじゃなくてですね、嫌だったことにもですね、おかげでを探す。例えば、お金が足りない、どうしよう、マジかよ、みたいな時に、おかげで自分の価値をいかにこう、自分の才能をいかにこう広げられるかということを強烈に、もうね、なんていうのかな、生活できていくかとか、そういうところも強烈にこう考えさせてくれるので、私もそういうことがあったのでですね、このところをですね、いかにこう生み出すか、自分の価値を提供するかということに真剣に考えさせてくれると。おかげで、とかね。あと、なんか周りで私のこと悪く話してる感じがすると言ったときに、おかげで出来事を恐怖で捉えるんじゃなくて、一歩自分が前に出てですね、そのひそひそ話をしてる人たちと、結局何なのみたいな形の話を踏み出す勇気ができると。で、それができないと、毎回話、もう向こうでひそひそ話してると、また俺のことは困ってるのかなみたいにですね、なってちゃいますと。その人生がずっとこう続いてしまうので、昔私がこれがすごくあったのでですね、よーくわかります。あと、三つ目。例えばですよ。パートナー、旦那さん、奥さんと意見が合わない。そのおかげで何かというと、その人自身、例えば奥さんが男性性を理解するとか、旦那さんが奥さんの女性性を理解すると。で、パートナーにそれを実際にどういう言葉がけをすれば関係性が良くなるかということを試してですね、より自分の器が拡大できるというふうにですね、パートナーと意見が合わないせいで別れるとか、関係が悪くなったとか、喧嘩をするんじゃなくて、パートナーと意見が合わないおかげで自分が器が拡大できるというふうに、おかげでを探していくということです。例えば、松下幸之助さん、経営の神様って言われてる、でパナソニックですね、を立ち上げた方で、PHP 出版も作られてですね、あと松下整形塾を立ち上げた方なんですが、この人が、経営って、この、どうやってこんなにうまくいったんですかと言ったら、幸之助さんがですね、松下さんが、経営で成功した理由は3つあると。1つ目は、家が貧乏だったこと。2つ目は、学歴がなかったこと。で、3つ目は、病気がちだったこと。ということですね。これ普通、自分が成功した要素にできないじゃないですか。逆に、ね、家が貧乏だったせいで、うちはダメじゃんとか、学歴がないからダメじゃんとか、病気がちだから全然前に出れないじゃんとか、っていうふうに思ってしまいがちなんですが、松下さんはどう捉えたかというと、家が貧乏だったおかげで、物を大切にできたと。で、まあ、小学校4年生で丁稚に出られたので、お父さんの下駄屋さんが倒産して、で、でっち奉公に出られたんですね。家に入れないで、自分が働きに出て、そこで住み込みで、そのお金は家に入れると。で、4年生でこう学歴が、まあそこまでだったんですけど、のおかげで、
何かというと、わからないから人にどんどん質問できたということなんですね。で、病気ですごくこう入院が長かったらしいんですけど、病室にですね、この副社長とか課長とか、もう頻繁に来て、で、自分自身が仕事ができないので、部下が育ったと言うんですね。病気で入院してたらもうダメじゃんと思いがちなんですが、ダメと全く捉えてなくて、で、逆境じゃなくて全部おかげでに変えてるんですね。私がこのね、3つ全部揃ってたら、相当すさんじゃってるんだろうなと思うんですが、そこが違う。さて、2つ目です。入ります。2つ目は、毎日感謝の脳みそですね、を作ると。で、脳みそっていうのは、繰り返し繰り返しやると回路が太くなります。例えば、出来事をですね、このなんか見たときにどう捉えるかなんですが、この脳みそのニューロン、脳神経細胞がですね、不満の細胞と感謝の細胞があって、不満を感じちゃう人はですね、不満側に回路がつながってるだけなんですよ。で、こっち側が電気がつきますと。なんか外の出来事を見たときに、そんなんいらないとかですね、例えば、お母さんがご飯作ってくれましたと。ご飯じゃなくてね、パンが良かったのに、みたいな不満を感じると。ですが、そうするとこの人の思考回路が不満回路になります。でも、例えば入院しましたと。入院して帰ってきたときに、お母さんのご飯が美味しすぎると。うわぁ、ありがたいな、というふうに感じると、スイッチがこちらに入ります。そうすると、電流こちらに流れ、脳みその回路がですね、電流がこちらに流れるので、お母さんご飯作ってくれましたと。いやー、お母さんの味が本当味わい深いと。嬉しいというふうに、この感謝になります。で、しかもその感謝をですね、この人は、この回路が感謝側に流れると、何を見てもありがたい。で、その感謝をですね、繰り返し繰り返しやると、回路が太くなります。こんな感じですね。っていうふうに、感謝脳を作っていくと。じゃあ、感謝脳をどうやって作るのと言ったら、毎日感謝行をやると。寝る前に3個ずつ書くんですけど、そうするとやってることが上手になる、感謝が上手になります。寝る前に1日3個感謝をですね、ノートに書いていくと。私が2011年からですね、この感謝業を始めて、ずーっと今、10年近く、まあ、9年ですね、やってます。で、今ノートじゃなくてパソコンにこう入力してるんですけども、で、一つ、例えばですよ、電車が無事に会社まで運んでくれてありがたいな。足があって、靴があるから、外に歩けて移動できるとありがたいなとか、スーパーで普通に食材買って買えるありがたいな。もしスーパーで売ってなかったら、自分でね、畑作って野菜作んなきゃいけないとか、豚も飼ってなきゃいけないとか、なってしまう。じゃなくて、普通に買えるとありがたいな、という形です。さて、最後、三つ目が最強です。これは、なかなか、ほとんどの人ができないんですけども、自分に感謝するんですね。自分自身に感謝。外に感謝、外に感謝って、それもすごく重要なんですけども、そうすると自分が乾いた気分になってしまうので、自分に感謝する。で、私がすごくこう感動したのが、矢作先生、東大病院の元集中治療部の部長さんだったんですが、昔ですね、2017年に、まあ、群馬の水上にですね、コラボで合宿させていただいたんですけども、もう、矢作先生ね、今64歳で、こんなにこう、若々しいんですよ。めちゃめちゃ輝いてて、髪の毛も黒くて、で、全然黒染めしてないと、らしいんですね。シワも全くなくてですね、すごくこの若々しいんですが、この人、めちゃめちゃ凄まじくて、医者で勤務医で、もうほとんど寝ないと。毎日の平均睡眠時間が、2時間から3時間って言うんですよ。私、1日でも2時間っていう日があったら、次の日結構きついなと思うんですが、矢作先生何やってるかというと、寝る前にですね、自分の心臓に今日も働いてくれてありがとう、ありがたいなっていうのを、自分の心臓にこう響かせてるって言うんですよ。っていうのを聞いてですね、私もお風呂の中でこう、その全身にこう響かせるっていうのを意識してるんですが、本当にこの自分に感謝するということですね。それが最強なんだと。まとめると、エネルギーを高める3つの方法の1つ目が、
おかげでお探す練習をする。二つ目が感謝の王を作る。で、三つ目が自分に感謝を響かせるということです。なので、まとめると、エネルギーを高める方法っていうのは、愛感謝を増やしていくということなんですね。そうやってですね、皆さん自身がどんどん感謝を探していくということです。さて、次回もですね、またエネルギー関係の三つ目の話にできます。私たちってエネルギー体なので、だから思った通りですよ、ということですね。ぜひ、皆さんがですね、私たち自身がエネルギー高い状態をですね、存在していれば、自己免疫力が高まってですね、自己治癒力も高まってですね、で、まあ、コロナ君の状況下においても、コロナウイルスよりも自分の自己免疫力が下がってると、コロナにやられてしまうので、この自己免疫力を上げる意味でもですね、自分のエネルギーを上げていくと。つまりそれは感謝力を高めていくということですね。ということで、ぜひ皆さんもですね、最高素晴らしい一日を過ごしていきましょう。さよなら。